ワゴン追跡。そう、ワゴンがね炎上して。そうだ。じゃあアチでも行ってみよう。カナンとの、カナンとの話気になるし。気になる。ぜひ行きましょう。黒幕。どうして姉は誘拐されたんですか。狭い裏路地に入るなり、瞳はカナンに聞いた。裏路地、裏路地。この路地に KOK のメンバーがやってくることはほとんどない。というのも10年ほど前、ここでチーマー7人がたった1人の男に一瞬で叩きのめされたという言い伝えがあるからである。男は殺し屋だったとか、外国人部隊の兵士だったとか、はたまた幽霊だったとか、様々な憶測を入り交じえながら、言い伝えは10年経った今でも色褪せずに語り継がれている。10年ほど前やから、アチではないのか。誰やろね。どうなんでしょうね。その質問に、ごめん。その質問に答える前に言っておく。カナンは冷たい口調で制した。私はある任務のために日本に来た。内容によっては話せないこともある。わかりました。瞳は小さくうなずいた。まず質問の答えだが、マリアは君の代わりに誘拐された。え？瞳は驚きの声を発した。そんな、どうして。やつの目的がマリアではなく瞳だったからだ。やつって誰。やつ。事件の黒幕だ。淡々とした口調でカナンはつぶやく。おいおい、なんで瞳が目的なんだよ。アチが二人の会話に口を挟んだ。それは話すことはできない。だったらそいつは何者なんだよ。それも口にできない。というより、やつは性別、国籍、年齢、容姿、存在のほとんどが謎に包まれている。だから説明のしようがない。あまりに突拍子もない話に、アチと瞳は唖然とした。なんだよそりゃ。分かってるのは黒幕ってチンケな名前だけか。名前じゃないね。黒幕は名前じゃないです。もともとは歌舞伎で生まれた言葉で、舞台で夜などを表現するための幕のこと、うん、幕の裏側は何も見えないことから、影で物事を操作する人を黒幕と呼ぶようになった。瞳はアチに向かってつぶやいた。やつは私にとって仇でもある。カナンが固い声で吐き捨てる。仇？あ、ごめん。仇？瞳が聞き返す。やつには相棒を殺された。相棒。無表情だったカナンの瞳が一瞬だけ冷たく輝いたように見えた。さっき姉が誘拐されたことに責任があるって言ってましたけど。瞳の質問にカナンは目を伏せた。4日前、ヤツの計画を事前に入手することに成功した。そこでマリアと接触し、君がパーティー会場で襲われることを伝えた。それでパーティー会場に行っちゃいけないって。姉からの忠告の真意が分かり、瞳の声が震えた。そうか。君に持たせるようにとマリアに小型 GPS を渡せたのだが。グローバルポジショニングシステム、全地球測位システムね。人工衛星と地上の制御局を使って現在地の位置情報を測定するシステムおよび機器のこと。携帯電話の位置割り出しサービスやカーナビも GPS を使用している。すごいですよね。瞳は少し考えたか、心当たりがないようで首を小さく振った。そうか、やはり今はマリアが持ってるのだろう。まさか姉は。瞳の顔から血の気が引く。そうだ、マリアはおとりになって君の代わりにわざと誘拐された。瞳はショックのあまりその場に崩れ落ちそうになった。慌ててアチが大きな腕を伸ばして支える。でもよ、瞳も姉ちゃんも行かなければ誰も誘拐されなかったんじゃね。アチにはそこがいまいちわからなかった。姉ちゃんはなんでわざわざおとりになりに行ったんだ。アチが首をかしげると、カナンは小さなため息をついた。パーティーに行かないだけではまた別の機会に狙われることになる。そうか、なるほど。
納得してうなずいた。おそらくマリアは GPS を使って私を奴らのアジトに案内するつもりだったのだろう。妹誘拐犯の手から守り、私の任務にも協力できる。彼女の考えそうなことだ。それでその GPS で姉ちゃんの居場所は分かってるのか？アチが聞くとカナンは首を振った。 GPS は誘拐されてから一度も電源が入っていない。犯人たちに奪われた可能性もある。なんだよ、結局瞳の姉ちゃんの居場所はあんたでも分からねえってことか。アチはがっくりと肩を落とした。それがそうでもない。え？さっきの外国人たちから情報入手した。今日の早朝の時点ではマリアは青いワゴンに乗せられて渋谷を連れ回されていたらしい。青いワゴンという言葉にアチと瞳は顔を見合わせた。ただ現状はどうなっているかまではあいつらも知らなかった。やっぱ青いワゴンか。アチは興奮してこれまでの経緯を説明した。誘拐犯に指定された場所で青いワゴンを取り逃がしてしまったこと、そして杖の男をはじめとするさまざまな連中に瞳が狙われていることも話した。ところどころ要領を得ない話だったが、カナンは最後まで黙って耳を傾けた。なるほど。カナンはぽつりとつぶやいた。奴らがトラブルを抱えたと考えるべきか。考えながら独り言のように言う。いずれにしても杖の男が気になる。奴らの仲間ではないと思うが。つまりあれか、関係ない奴が出しゃばってきたから奴らの計画がパーってことか。カナンは同意するように小さくうなずいた。君や杖の男がいたためにワゴンは待ち合わせ場所にとどまれなかった。そう考えるのが自然だ。それって考えようによっては黒幕につけ込むチャンスじゃないか。アチが興奮して言うと、カナンは意味深に薄く笑った。どうだろうな。なんだよ、冴えねえな。アチがふてくされ気味に言う。よくできた計画というものは輪郭がはっきりしている。そのため目的を達したとしても事件後の足取りがたどられやすい。はあ、そういうもんなのか。逆にアクシデントを含みつつ目的を達すると輪郭がぼやけて計画の実態を把握するのが難しくなる。カナンの言葉にアチは息を呑んだ。だけどよ、アクシデントがあったら絶対焦るって、計画どころじゃねえって。まあ普通はそうだな。カナンは唇の端を少し歪めた。しかし瞳を狙ってる人物は完璧な計画を練った上であえて針の穴ほどの抜け道を用意する。だから存在がつかめない。奴の輪郭は常にぼやけている。まるで別世界の話を聞かされたみたいで、アチは何も言い返すことができなかった。もしカナンが言っていることが本当ならとんでもない相手とやり合おうとしていたことになる。いずれにしろ奴の狙いが君である以上、もう街をうろつかないで方がいい。カナンに声をかけられると瞳は静かに立ち上がり、首を左右に振った。いえ、私も青いワゴンを探します。姉は私のために危険な目に遭ったんです。私だけが安全なところにいるわけにはいきません。きっぱりと瞳は言った。さっきまでのショックから立ち直ったようだ。そりゃそうだ。アチは瞳の背中を叩いた。瞳がその気ならどんな奴が相手だって俺は最後まで協力するぜ。寄りかかった船じゃねえか。乗りかかった船ね。乗りかかったですよ、アチさん。おう、カナンは小さなため息をついた。せいぜい気をつけることだな。さっきのように助けることを何度も期待されては困る。分かってます。瞳の目には迷いも恐れもなかった。カナンは小さくうなずくと路地裏の裏路地の奥へと消えていった。さてと、俺たちも早速青いワゴンを探すか。そこまで行ってアチの足は止まった。迂闊に街を歩き回ればまた同じことの繰り返しだ。杖の男や外国人に追いかけられワゴンを探すどころではなくなってしまう。どうする、何かいい方法はないのか。いや、どうするって言われてもね。アチが何気なく空を見上げると街灯に設置された監視カメラが目に入った。おお、ここで。そっか。え、たく今頃になって思いつくなんてよ。思わず大声で叫ぶと瞳が驚いた顔をした。か、親父の監視カメラを使えば楽勝じゃないか。
アチは人目の手を引いて走り出した。目的地は道玄坂にある監視カメラのモニター室である。すごい。かけるスピードを少し緩めてアチは瞳を振り返る。大丈夫かと話しかけようとした時、別のところから声をかけられた。おお、なあちょっと聞きたいんだけど、 KOK って知らないか。変な男の言葉に思わず足を止めた。 KOK に喧嘩を売ろうというのは年齢じゃない。アチは怪しむように男を観察しながら答えた。知ってっけど、もしかして KOK に入ってるのか。いや俺はもう、今はもう。アチが言うと男の目が明らかに輝いた。自分のことを知っているのだろうか。男が笑みを浮かべながら一歩近づいてきた。何か面倒なことに巻き込まれそうな気がする。それは瞳も同じだったようで、不安げな表情をアチに向けてきた。行こう。アチは瞳を促して秘密を返した。杖の男だけが敵じゃないことが分かった以上、ちょっとでも怪しい人物は警戒するべきだ、うん、周りにどれくらい瞳を狙っている人間がいるのか、それすらもまだ把握できていないのである。まあね、まあそうですよね。まあ私たちからしたらね、分、うん、かってるけど、まっすぐに監視カメラモニターのあるビルに向かうよりも少し様子を見た方がいい。アチはそう判断して一旦裏道へと入り込んだ。さっきの男が追いかけてくる様子はない。さっきの人何だったんでしょうか。さあな、怪しいのは確かだけど、まあ追いかけてこねえみたいだし。しかしおかげで遠回りをしてしまったのは確かだ。元の目的地へと向かおうとした時、アチの背中に外国人が見つかってきた、おい。あっと思った次の瞬間には背中が焼けるように熱くなっていた。しまった、刺された。キャッ、瞳が悲鳴を上げた。いきなり現れた外国人に腕を掴まれている。瞳、手を伸ばしたが腕に力が入らなかった。自分の体ではなくなってしまったみたいに自由が利かない。あー、みのりかわさんと出会って方向変えたからか。なあ、アチの背中から外国人が離れるとドバッと大量の血が噴き出した。目の前で瞳が外国人たちに連れ去られていく。うわ、くっそ。なんとか追いかけようとしたが、ふらふらと足元がおぼつかない。出血のせいで意識も朦朧としている。アチは遠ざかっていく瞳の姿をなすすべもなく見つめることしかできなかった。うわー、もちろんこれはバッドエンド。ナンバー43、外国人に刺される。突然襲われた外国人にアチは背中を刺され、瞳は連れ去られてしまった。そもそも怪しい男が慣れ慣れしく話してこなければ、こんな裏道に入ることもなかったはずだ。怪しいあの人がアチたちに話しかけないようにするにはどうしたらいいだろうか。怪しいあの人。みのりかわね。そっか、そうか。こんな影響の仕方もある。まあまあ今までもね、多かったですけどね。まあね。いや、選択肢は、ヤクザに絡まれて、これはこれだいぶ前やね。そうですね、やったんかな。全部やったんじゃないかな。そっか、あれやったよね。ちょっと確認しようか。ちょっと、ところでさ、カナンって中東の出身じゃないの。あ、そうだね。え、合ってる、中東の出身。そんな感じのエピソードありました、ね、ああなるほどね。じゃあ、あ、やってない、やってない。あ、そっか、やってないんや。先生、確認してよかったね。うん、この前はこれはさすがにやってるかな。やったよね、多分。うん、中東のデアとすると、あの、うん、きなこのは、あのね、カナンの声はすごくいい声ではあったけども、そう、あのイントネーションがね、アメリカの人の感じやね。そうですね、うん、そうだってね、もう言うたら中東の人の訛りなんてね、分かんないんですよ。ちょっと分かるやん俺ら。再現なんかできない、うん、ラリルレルとかもちょっとね。ああね、うん、結構ね、知り合いが多いんですよ、中東の人に。そうそうそう。じゃあ、逃げるが本命やったね。はい、はい、だからそれでも受けて立つチャンスがあるとしたらローキックしかないだろう。ローキックにいきなり注釈。相手の足の膝より少し上の部分の
ももに自分の膝や、うん、肘、何すねや足の甲で、蹴り込む技、空手では下段回し蹴りと呼ばれる、腕より足の方が長いのでボクサー相手には有効。あ、なるほどね、うん、狙いは相手が踏み込んできた時だ。呼吸とともに左腕が伸びてきた。ここだ。アチも一歩踏み込んでローキックを放った。ピンポン。突然目の前のエレベーターが開いた。アチとチンピラは同時に攻撃を止めた。エレベーターの中に情けない風情の中年男がいた。あ、飛ばせる。はいはい、上へ参ります。いやね、もうこの遠山さん、うまやで。まあね、ギャグ要因になっとるんやけど、最初 の自殺まで考えてる人がギャグ要因って。そう、逃げる。後ろ手に瞳の腕を掴んだ。相手を睨みつけたままゆっくりと一歩退く。逃げんのか腰抜け。チンピラが挑発的にズイッと前に出た。腰抜けだろうとなんだろうと構わない。何としても瞳の身だけは守らなければ。ピンポン。エレベーターが開いた。もう同じ。愛してね。まあね、でもね、ギャグになるぐらいがちょうどいいんですよ。本当に。はい、それでは。どうなるか分かんないんだから。そうやね。いや、まあ、みのりかわの行動を変えたいし。そうですね。まあ、みのりかわ行くか、うんうん、大沢も気になるけど。はい。うん。そうやね。みのりかわがあっちこっち動いてるから、うん、いろんな人に影響を及ぼしそうですね。そうやね。結局？いや、あっちのマリアのやつな。うんうん、杖の男からこう逃げたらミクと会って今のこのキープアウトや、そうですね。杖の男から逃げずに一緒に佇んでたら、逃げずにいたらあの雑貨屋で行って柳下と会うんやね。そうそうですね、はい、でその後結局何になったんやったっけ。あの幸せに、あのそうや、そう、大食い選手権に挑戦するんですよ。じゃあバッドエンドになったんだけれども、うん、そのバッドエンドの説明がどうもその選択肢を選んだ後の話やったからね。そうですね、うん、だから、うん、柳下さんのいる場所がちょっとキーポイントっぽいですね。